行きまーす。行きまーす。はーい。おえー。待ってまーす。明日は普通に出演で、明後日はお手伝い。明後日はお手伝いです。ピーちゃん、ピーちゃんとジュリエットね、両方違う感じだから、そこに注目して見てください。お手伝いは舞台は出ません。最初の前説みたいなやつとか、あとライブかな。みんなが舞台で印象に残ったやつは何だろう。ビーちゃんもう見れない、悲しいです。見に来てん。ジュリエットの最後ロミを送り出す茨城とは、ジュリエットの最後ロミオ、うん、あそこね、死んじゃうとこね、いいよね、かわいいって罪声裏返っちゃった、やばい、明日声やばいかもしれないかわいいって罪、手癖が悪いんですB ちゃん、先月まで刑務所に住んでましたはい、懲役です。手癖が悪くって、B ちゃんの展開意外だった、本当にあれ B ちゃんが見下される展開って思われがちになんかな、だけど結局 B ちゃんが女王様になっちゃって、女王様を「おい!」とか言っちゃうっていう展開なんだけど、予想外なのかな。確かにまだ見てない人もいるから、ここまでにしようか言っちゃった、あはあははーん、うん、あー配信で見ます。私が出るときは配信やらないっぽいのですよね。はい、なんでぜひ当日券も多分あるのかな、こっから買えるんじゃね、こっから買えます、当日券多分買えるので、ここのバーナーからぜひ買ってきてください。あやかちゃんのステッカー電子辞書に貼って一緒にお勉強してます、ありがとう、嬉しい。DVD はね、私じゃないんだよね、ナオルちゃんとかだと思うんだよね、多分
DVD が。だから絶対見に来て、何回も見に来て。あ、ロミオ、声がかすれてる。あー、そんなことないよ。ハチ先輩、おはようございます。新人の B ちゃんです。働き蜂ですよね。はい、ハチミツいっぱい集めます。グラビア DVD ください。無理です。想像してください。じゃあ、私口癖が悪いんです。うん、可愛いです。ありがとうございます。ご近所大丈夫？大丈夫でしょ。うん、そう簡単には聞こえないよ。演技のレッスン、演技の稽、演技のレッスンっていうか稽古はあった。でもそこまでがっつり真面目の時みたいな、なんかめっちゃがっつり演技を指導されるってことはなかったから、自分でなんかこうした方がいいのかなって考えることが結構多かったかもしれないな。 B ちゃんでテスト応援してほしいです。テスト頑張ってね。ひだあやさんの演技が見たい、見に来て。髪の毛が茶色くなってきたよ。セリフとか通ってて、やっぱり声出しのレッスンとかあったのかなって思った。うん、声出しのレッスンはなかったですけど、でもなんか普段から喋る声を変えてみた。今とか声が多分でかくなったと思います。なんか今まで裏声で喋ってたことが多かったんだけど、最近はこういう低い声で喋っております。はい、声多分うるさいと思います。明日は18時からですね。はい、18時からなんで。いやでもその前に結構いろんなリハがあって、お話し会、あ、お話し会始まってるみたいなので絶対撮ってくださいね。撮らなきゃ損しますよ。舞台の感想も聞きたいし、はい、待ってます。 B ちゃんに会いに来ないなんてことある？ないですよね。ハチの巣ダンスの、あのハチの巣ダンスを踊るんですけど、舞台中に、まあ、それは言っていいよね。あの A メロ、難しいことなんかこの際考えるな、もっと楽に適当にやる気ないっていう、あれ初めて歌って、そう、一人だからめっちゃ緊張したけど、どうだった？難しいことなんかこの際考えるな、もっと楽に適当にやる気ない、
なんでもありなんだハッピータイム。いいことも悪いことも一緒に分かち合う。CM つも CM つも。たくさんの方に見てほしいなって思っておりますので、お楽しみに。じゃあスクショタイムします。ピーちゃんのポーズ？ピーちゃんってどういうポーズ？ツインテールかな？ちょっとブスだからやめよう。大体ピーちゃんこうやってやってる。眠い。もうほら入ろう。お風呂入ります。じゃあやみます。1位ピアノマンさん、2位あやぽんあやかさん、3位ラブいちごちゃん、4位あきらさん、5位マリユリさん。じゃん、6位ピーターさん、7位キャプテンアカさん、8位プリンさん、9位一斉さん、10位ナハハさん、11位かっちゃん、12位ヒロカンブリさん、13位タカダンさんです。あといつだっけ、16日、14日に唇フレーズをやったんですけど、センターのポジションやらせてもらったんですけど、めっちゃ嬉しかったですっていう報告です。私好きなので。どうだっけ、あ、もう忘れた。唇フレーズキスができたら、君を傷つけない。唇フレーズキスができたら、愛を諦めよう。今はチャ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 ン、チャ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 ン、チャーン、チャラララララララ。動画で見た、嬉しい。とかさ、写真いっぱい撮ってね、撮影タイムで。検索して見てるから、いっぱい載せてください。ね、ね、あと20分、あと20分頑張ろうかな。みんな結構ガチってるよね、写真撮るのね。金曜日って20日か。20日は13時公演かな。
明日のために早く休んだ方が良くない？そうだね。まあ気分でやめます。終わるんで大丈夫です。最近ガチなカメラ買ったので、じゃあ可愛いとこいっぱい撮ってください。土日行きます。私日曜日は千秋楽で出るんですけど、土曜日はナルタオ、ジュリエット、カレンタンの B ちゃんです。でもライブは出ます。キス舞台のキスキスキス終わったらチーム公演になるので、ドル明け公演も待ってます。待っててね。みんなチケットを取る用意をしていてくださいっていうことは点点点。演技想像以上に上手く、あ、上手くてびっくり。なんかすごい自分では演技に自信がない、初めての演技だったからすごい自信がなかったんですけど、なんかすごいね、あのファンのみんなが上手かったとか、ね、役にハマってたって B ちゃんもジュリエットも言ってくれて、すごいなんか嬉しかったし、あのちょっともっと頑張ろうって思った。なんかやったらね、役に入り込んじゃうので、まあ、役に入り込んで、だからファンの人の顔はあんまり見ないです。ジュリエットの時とかは特に。 B ちゃんはあれは楽しいね、劇だからファンのみんなと一緒に共有するっていうやつだと思うから、ファンの人、最近はファンの人を見てやってます。ジュリエットは結構あれね、話してる内容とかも難しいので一つ一つ調べたりとかしたんですけど、やっぱ奥が深い。本当のロミジュリはもっと長いし、あの亡くなるとこもちょっと違う亡くなり方なんですけど、そう今回はやっぱコロナ禍っていうのもあってマスクとかいっぱい出てきたり、そう最後のね亡くなり方もちょっとね違うので、まあ見応えはあるし、今回オムニバス形式だからなんかね、最初に出てきたり中盤出てきたり最後に出てきたりっていっぱいこう、うん、違うので見方も、あ、そういえばジュリエットも最初に出てきたなとか、もう皆さんぼーっとしてる暇はないのでちゃんと見てください。言葉難しいのによく覚えられるのすごい。嬉しい。ジュリエットの恋が愛に変わるところが楽しみ。もうそれを分かってくれたらもう本当にありがとう。本当にそうなんだよね。ジュリエット最初は恋しちゃうんだけど、ロミオに後からなんか母性が出てくるっていうか、ロミオがこう言ってどうなるか分からない、殺されちゃうかもしれないけど送り出すっていう、なんか母性もあり、なんか母親っぽいジュリエットで、ロミオがちょっと子供っぽくなってるっていうシーンがあるんだけど、結構そこが見どころかな。うん、ジュリエットがちょっと大人になってロミオをこう早く行って、でも行ってほしくないんだよって心のどこかで思ってるっていう、ジュリエットのなんかこう気持ちの動き方っていうのが
すごい表現するのも難しいなって思ったし、台本読んでてなんかこれはどうやったら人に伝わるんだろうとかすごい考えたりもしたので、うん、そういうとこを演技として見てほしいし、あと B ちゃんはもう本当に私のというか B ちゃんのあざとさがどれだけファンの方に伝わってファンの方何人落とせるか、まあなんてね、そのぐらいのあざとさで頑張って、あとアドリブのところもちょっと毎回変えてその日の気分でやっていきたいと思ったので、今日も今夜ロイヤルゼリーをたくさん飲んでフェロモンムンムンにして明日は挑みたいと思います。ということでちょっと早いけどちょっとやることもあるのでお風呂も入んなきゃいけないので、そろそろ終わります。ジュリエットは高校生っていう設定なんだって。だから最初マスクダンスで出てきてて、嬉しい。 MVP って言ってくれてる人も嬉しい。なのでぜひ見てみてください。メンバーとの絡みもあるのでぜひ見てください。でもう一回読みますね、あれを。舞台が終わったらちょっと落ち着くのかなって思ったんだけど、ありがたいことにいっぱいお仕事が入って、またみんなにもすごい嬉しいお知らせがあると思うので、はい、お待ちしていてください。何個かあります。じゃあもう一回読むね。1位ピアノマンさん、2位あやぽんあやかさん、3位ヒロカンブリさん、4位レルラや ZZ さん、5位アキラさん、6位ワイマツさん、7位ラブイチゴちゃん、8位ピータさん、9位ナハハンさん、10位マリユリちゃん、11位サドサドさん、12位プリンさん、13位タカダンさんです。ありがとう。じゃあ皆さん本日は見てくださり、 あと気づいた方いるかな、ナレーション劇が始まる前のなんか注意事項とかナレーションを言ってるの私なんですけど、気づきましたか？あれ録音なんだけど私の声なんだ。気づかなかった？本日はご来場いただきありがとうございます。会場に先立ちましてみたいなやつ私やっぱみんな分かってないんだ。でもメンバーには言ってなかったんだけど、私稽古終わりにみんなが誰もいないとこで撮ったからみんなも誰も知らなくて、でもゆいゆいとか何人かメンバー 2,3 人くらいに、え待ってこの声ってさヒダイヤの声だよねって言われてそうかなと思って聞いてました。さすが私のファンの子だ、ありがとうあやちゃん。スタッフだと思った。なんかねスタッフっぽく読みました。アナウンサーっぽく、本日は先出しまして、もうダメだ今日はもう無理です。それもちょっと会場早く行って、前座もね早く行かないと見れないので、もし明日から見に来る方は早めに行って、ちょっと私の前説のそのなんかナレーションの声をぜひ聞いてみてくださいありがとう若そうな人、はい私です。ありがとう若そうな人って言ってくれて、エイトにいたらそんな若くないんだけどね。ということで皆さん本当に今日はありがとう、見てくれて。昨日ねやろうと思ったんだけどもう爆睡で、今日もずっと寝てて、今日もずっとお昼過ぎまで寝てました。
ありがとう。じゃあお風呂入ってちょっとやることやってきます。じゃあみんな明日も感想を聞かせて。本当にありがとうございました。じゃあまたね。ありがとう。バイバーイ。